よーしよしよし、やっていくぞ。さあやっていこう、やっていこう。ねえ、何やってやろうかなって考えてたんですけどね。新しいシリーズを始めるってわけじゃないんだけど、一つの軸がニューニュー、今ニューニューだとしたら、もう一つ何かこう長編ものみたいなものをダラッとやって、そこそこ楽しいみたいなのをやろうということを考えたとき、やっぱこれだよね、スパロボアルファだよね。絶対見る人はおらんとは思うんじゃ、正直。誰が人のスパロボ見たいんか思うんじゃけど、やらせてほしい。このスーパーロボット対戦アルファをやらせてほしい。バンプレストプレゼンツスーパーロボット対戦アルファをやらせてほしい。スーパーロボット対戦アルファ、スーパーロボットワーズアルファ for Dreamcast ね。まあ、PS2 で出されてるスパロボアルファは有名だけどもね、こちらはドリームキャストで出されてるスパロボアルファでございますね。今見えたのがマクロス。一度クリアはしてる。ただ詳しいストーリーみたいなのってさ、絶対覚えてないよな、スパロボのストーリーみたいなもの。それを今ここでもう一度新たにするっつうのはなんかおかしいんだけど、もう一度ね、やっぱ動画で上げとくとさ、いつでも見たい時に見れるからね。マクロス見たい時に見れるからね。こんなストーリーだったなーっての自分で、 V ガンダムゲッター、スゲッターじゃねえか。スグドンみたいに言ってるけど、スグドンみたいに言ってるけど、スゲッターじゃねえか。ウィングガンダムゼロカスタム。違う、ウィングガンダムゼロだ、今のあれなんだ、ジャイアントロボなんですね。本当はビッグオーノが好きなんだけどね、ジャイアントロボ出るんですね、このスパロボアルファにはね。キャラが濃い。アルファはキャラが濃いんじゃ。それがいい。まあ、特に他のスパロボと大きな違いはないけども、このドリームキャスト版はですね、一つ大きな特徴があってですね、戦闘シーンが全て 3D なんですね。昔の 3D なんですね。スパロボといったらなんか SD のね、可愛らしいドット絵みたいなやつが動いて戦うっていうのは、スパロボ F とかもそうだけども、おー、ここに4ドリームキャストの文字が。かっこいい。かっこよくないけどな。かっこいいっておかしいけどな。ドリームキャストの文字がありますね。もうこれささっといきますよ。これからね、こうやって選ぶんだけどね。ヒロイン考えたこのリオメイロンにしようと思ったら何にしたいんだろうな。リオ。クスハが圧倒的に人気だろうけど、このリオを出していこう。リオを出すにはどうすればいいの？この辺り？こうすると？違う。よくない。よくないって、戻れねえ。よし。りょうと氷川か。これでいくと、あ、これか。OKOK。あえてこのリオメイロンを出そう。だから、俺はどれになればいいって。これか。りょうと氷川とかいう。こっちだけどな、どちらかというとな。陽気で楽天家だけどな。どちらかというと、自分のあれというと。かー、これは俺じゃねえな。まあいいや。まあよくねえけどな。自分じゃないじゃんってなるから、それはまあ、考えどころがあるけど。まあいいや。今、漢字ができるのに気づいた。アザラシー、アサブ。アラサ、何なんだ一体。あんた言って何なんだ。アンカケちゃん。全然思い通りになってくんね。で、こっちだ。アザラシと。ヒカワ。ここね、漢字選べた今。漢字、それをちょっと今確認した。これじゃねえな。これか。うん、漢字がある。やったぜ。漢字行こう、漢字。立ち、
遅刻の地、ちゃ、あるじゃん、あるじゃないの。こんな名前を使う人間っているのかな。人間っていうか日本人にこんな遅刻の地の字なんて入ってる名前のやつなんていんのか。こく、この辺、ここあった、遅刻。相性アザラシでいきます。もたもたしとるな、もたもたしとるな。まずこのアザラシいるのにめちゃくちゃ時間かかってるからな。はっ、あそこにアがあるんだけど消えない。あ、消えた。サユート、サユート、サユート。もう間違いない。 OK、 アザラシ遅刻、欧米読み OK。 これ応募、まあいや、もうめんどくせえ。リアルの誕生日入れます。2月2日でないです。2月の20、20日です。もうちょっとで誕生日なんですね。まあいいでしょう。打ち切れ心優しい。シリアリドを持ってきて OK。これでいい。リオメイロンでいいの？こいつも誕生日、俺と近いな。リオメイロン。こんな感じで。ナタク。これでいいか。リオメイロン。リオのカーニバル。悩んでる。めちゃくちゃ悩んでる。まあいや、めちゃくちゃ今悩んだけど、なんかね、自分のキャラっているんですよ、一人だけ。よく動かすキャラというか、漫画に描くキャラがね、その髪型に少し似てたからこれにしただけなんだけど、それつけようかなと一瞬思ったけど、それはちょっと違うな。アザラシあんま使わないつもりだし。うおー、おい、宇宙怪獣おい。これはもう明らかエクセリオン。艦長、本艦は通常空間にワープアウトしました。何隻生き残った？それが本隻一機のみです。一機のみです。マシン兵器部隊は緊急ワープを行ったため使用できた機体はごくわずか、ほぼ壊滅状態。ワープを行ったからってさ、周りの機体までさ巻き込んでワープできるもんなの？7年前に外宇宙探査艦ルクシオンを撃沈した敵と同種の存在かと。まさか SDMC 宇宙神々神々だよ。こんなのバカな奴らは銀河系中心方向の辺境宙域ではごくわずかな数が確認されているだけだぞ。それがなぜこの太陽系外周宙域とか読みにくい偵察部隊だって。へえ、じゃあ別に戦わなくていいんじゃないの。地球の位置を知られてしまう。何としてもここで食い止めるんだ。地球の位置ぐらいさすぐわかんじゃねえの。これぐらいの宇宙怪獣になってくると。ノリコ戦え、ノリコ戦わなければお前たちも死ぬぞ。今まで何のために厳しい特訓を受けてきたのか、それを思い出せ。はいはい熱い。わかりました、お姉様。なんとかやってみます。ユング了解。全訪問発射体制。よーし、撃ちまくれ。とりあえず撃ちまくるか。幸運かけとこう。これがエクセリオン。見とくか。かっこいいもの、エクセリオンは。やっぱり自分で回したりしないのか。しないね。エクセリオンかっこいいもの。走行1300、あんまり走行は熱くないね。ただ HP は25000、パイロット能力、射撃が高い。なんでまあこんなもんだな。イナーシャルキャンセラーっていう特殊能力あるけど、あれ何なの？ユニットにあるの？イナーシャルキャンセラーって何？よくわからん。赤玉式攻撃式光線手法、これ使ってみるか。一番遠い時的に
赤玉式攻撃手法発射中具合で、もうおもむろにスパロボ始めちゃってますね。なんだろう、おもむろに始めてそれなりにもう実況しちゃってるっていう。撃て、あ、なんか普通のメガ粒子砲みたいな。強い、敵が弱いのか。スパロボ F はベラボーな敵の強さだったけどさ、アルファはどうなんだろうね。アルファはどうなんだろうね。そこまで難しかった記憶はあんまないよ、正直。ユング使います。気合、プラズマビアンキとジャコビニ流星アタック、どっちが見たい。ジャコビニ流星アタックだな、名前的にかっこいいもんね。まあ一回やってるんですけどね、スパロボアルファはね、過去に一度クリアしてる。その時はね、ひたすらルールカ使いまくったね。ひたすらルールカ使いまくって、もう最後もルールカだけで沈めたような気がする。そんなに、ジャコビニ流星アタック、ジャコビニとは、流星とは。あー、なんか何やってるかよくわからん。ドド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 ドのところが何やってるかよくわからん。あー、電気がビビッとなって強い強い。これ飛ばせないのかな。あ、スタートボタン押したら飛ばせたわ普通に。サクサク行こう。こいつも気合だ気合だ。ユングの方が精神ポイントが多いな。え、ユングのレベル高い能力。霞レベル10か。あれ、普通にユングの方が優秀じゃない？霞より。稲妻キック見せてみましょうか。稲妻キック、ガンバスターの必殺技といえば稲妻キック。稲妻反転キックが一瞬見えたけど、稲妻キックの方だけ見てていこう。まあまだ見る機会あるよね、きっとね。バラにはトゲがある。綺麗なバラにはトゲがあるのさって悠々白書のクラマが言ってた。稲妻キックったらなんかぶち抜くイメージなんだけど、敵をズドーンって上からこうズドーンって、そういうイメージなんだけど違うかな。この なんていうトルーパーっつうんだな。なんつうんだろうこの今使ってるこの機体は。RX7 ナウシカ。RX7 ナウシカとは。稲妻反転キック、反転も使えるけど精神ポイント。努力、根性。やってやるぜ。稲妻キック。サクサクいってますね。敵とのなんか戦いって感じはしないな、まだ。ここまで13分かかってるけど、やってみる。あそこの、あの主人公のパートナー選びのところに時間を書いたのが失敗だったな。同じ流稲妻キック見せちゃったな。危な、なんかあんまり威力今なかった。能力弱いな。さては兵隊ガンバスターって複雑式ですからね。ノリコとカスミが乗るから強いんだな、多分な。精神ポイントその分、オグ使えるしっていうような。フェーズ終了です。何もしてこない、宇宙怪獣のくせに。ウェオウェオ、何事だ。艦長、行動11時の方角に新たな重力心を探知。何者かはこの中域にワープアウト。これは。もうね、勝てるわけないから、こんな状況下で。ここまで来ると、ここまでバカバカしいと、さすがに戦闘はないだろうなっていう判断が早めにできる。全門の虎、肛門の狼。逃げろ。宿退路の出力を全員。本艦をぶつけるまでだ。自爆したところで。まあ、自爆した方がいいのか。帰るよりもね、のこのこと。語りは。人類が宇宙に進出してから2世紀近くが過ぎた時代、地球圏を大きく2つの勢力に分かれていた。一つは地球圏を統合している地球連邦政府、もう一つは宇宙に浮かぶスペースコロニー軍である。
本来スペースコロニーは地球連邦政府の管轄下だったのだが、長い年月を経てその数が増え、宇宙植民地としての意味合いが薄れていった。ほう、薄れつつあった。新西暦179年、地球から最も遠いところにあるコロニー軍サイド3がジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対して独立戦争を挑んだ。人型機動兵器を要するジオン軍は当初優勢だったが、地球連邦軍の猛攻により戦争は膠着状態に陥った。しかし地球連邦軍による最後の作戦、星1号作戦が発動される寸前、エルゴ宙域に謎の巨大な物体が突如現れ、それは地球連邦軍とジオン国軍の宇宙艦隊の大半を巻き込み、地球の南アタリア島に落下した。戦力的に疲弊していた両軍はこの事件をきっかけに休戦協定を結び、後に一年戦争と呼ばれるこの戦いは終結した。へえ、なんか随分ガンダムの話と違うな。戦後、南アタリア島に落下した物体はビアンズルダ博士中心の調査団 EOTI 機関によって未知の文明が作り出した超大型宇宙戦艦であることを判明した。そしてこの事実は人類の他に地球生命体が存在し、地球系外で大規模な戦争が行われているということを証明した。しかしこの地球連邦政府の高官たちはこの事実を認めようとはせず、自分たちの身の保全のために地球圏統治の強化と連邦軍の軍備増強を図った。そんな中、いずれ地球圏が未曽有の宇宙戦争に巻き込まれることを予想していたビアンゾルダーガ博士らはもはや人類は逃げ場を失ったと警告を発した。そして彼は異星人の超技術を過去 EOT を応用した対異星人戦闘用兵器を開発する組織ディバイン・クルセダーズ DC を結成設立、同時に2隻の超大型宇宙戦艦を機関とする対異星人部隊 SDF を連邦特別宇宙軍も形成された。しかしこれらには莫大な費用がかかり、地球圏の経済状況を悪化させるまでに至ってしまった。そう、さらに多くの人々は地球界に知的生命体が存在する事実を知らされておらず、特に宇宙居住者スペースノイルたちは地球連邦政府の圧政に反発し、各地で反地球連邦軍を反地球連邦運動を展開するようになった。そして地球圏の混乱に呼応するかのように、小惑星ワクシスで逃亡していたジオン公国軍が、ネオジオン軍として再起し、軍事活動を開始する。それに対して地球連邦軍の上層部は特殊部隊ディターンズや特務部隊オズを結成、ジオン軍の残党隊とスペースノイドの反地球連邦運動の鎮圧を開始した。一方、地球上では恐竜帝国やヨーマ帝国が現れ、極東地区を襲撃したが、マジンガゼット、ゲッタロボ、ライディンの活躍により壊滅。地球恐竜帝国に協力していたドクターヘリや悪魔帝国のプリンスシャーキンは再び再起の機会を伺い、それぞれの軍団の増強を行っていた。そして新世紀187年、さまざまな組織の暗躍によって地球圏は再び緊迫した空気に包まれることになったのであった。来週へ続く。長えわ。なんか話言うほど辻褄合ってたかな、なんかダーッと言うんだけどもさ、話合ってたか、それなんか、それその因果関係、それで合ってた前後関係、こちらタウゼントフェスラー9、あと0100、順調に航空中です。どうしてこんなに定時連絡の回数が多いのかな、やっぱり僕じゃ頼りないのかな。思ってた髪型と違う、なんか思ってた髪型と違う、ここでパッツンだと思ってたらオールバック風じゃねえか、ちょっと思ってたの違うな。輸送機のパイロットになれたのでもよかったろう。輸送機のパイロットになれただけでもよかったのかな。この手のさ、ゲームのさ、よくわかんねえところというかさ、給料とかどうなってんだろうな。いつ支払われてんだろうな。時給なのかな。ガンダムの世界の話でも言えるんだけどさ、お金ってどうなってんだろうって気になるね。まあ、この世界はなんかね、軍備増強路線によって随分とお金がないらしいから、それはいい考えだと思う。何がいいって、とにかくまだ仕事中だし気を抜くのは早いよ。今回の積み荷はいろいろと曰くつきだしね。あなたの言う通りだわ。ヤサ男が主人公なんて、なんか鼻につくな、アザラシのくせに。まあちょっと髪のなんかぐるぐるしてる感じがアザラシっぽいな。よくわからんこと言うとる。そんな噂、いちいち気にしてたらしょうがないよ。じゃあ、格納庫に行ってくるよ。おかしいわ。ミノフスキー粒子が戦闘濃度まで散布されている。髪がオールバックなんや、ちょっとな。厄介な罪だな。あんまり親しくないのかな。こんなものは僕たちだけで輸送するようなメールを出したんだろう。新型の人型宇宙兵器、機動兵器なのに、行き先は軍じゃなく、DC の日本支部だし、一体何が目的で。
クピットに入るパターン。なんなの？なんなの？男がなんなのとか言うなよ、なんか何か起こった時にな。地震が起こった時にさ、ガラガラッと来た時にさ、なんなのって言わんだろ。何事ってなるだろ。なんやって、なんやってなるや。落としてくれ、何があったんだ。ね。モビルスーツが輸送機を脱出して。モビルスーツが輸送機を脱出して。ドカンドカン言ってる。直撃。早く乗り込むしかないぞ。バニシングトルーパー。おっと、もう20分が経っている。じゃあ、ここまでにします。パート1、ここまで。パート2、このパート。パート2、この、ここから始めます。ほな。